リーパミュパミュさんがお菓子メーカーの新 CM に出演し、一人で三姉妹を演じています。 CM はのどかなぶどう畑を舞台に、看板娘のチャリー三姉妹がアイスの実をほのぼのと収穫していくというもの。この CM でキャリーさんは一人で3姉妹分34個ものアイスを完食したということです。